Hey, what's up guys, Kazuto here, and we're back. This is where we left off after we fight Fanatio Synthesis 2. So this is exactly after the last video recording. So yeah, let's just go. ここの人間はどうやって51階から上を行き来してるんだ。そう。おい、何か来るぞ。え？お待たせしました。何階をご利用でしょうか。何階をって、じゃあ君が僕らを上の階まで連れて行ってくれるの。さようでございます。お望みの階をお申し付けくださいませ。って言われても。俺たちカセドラルに侵入したお尋ね者なんだけど、そんなのにエンバーに乗っけて問題はないの？私の仕事はこの昇降板を動かすことだけでございます。それ以外のいかなる命令も受けておりません。そうか、じゃあありがたく乗せてもらうよ。おい、大丈夫なのか？だってこれ以外に上に行く方法はなさそうだぜ。そりゃそうかもしれないけど。じゃあ行ける一番上の階まで行ってくれ。かしこまりました。それでは80階、雲上庭園まで参ります。お体を手すりの外に出しませんようお願いいたします。システムコール、ジェネレートエアリアルエレメント。バーストエレメント。なるほどな、そういう仕組みなのか。君はいつからこの仕事をしてるの？この天職をいただいてから今年で107年になります。107年って、その間ずっとこの円盤を動かしてるの？ずっとではありません。お昼に食事休憩をいただきますし、もちろん夜は休ませていただきますから。そういうことじゃなく、What's your name? 君、名前は？名前は忘れてしまいました。皆様は私を昇降係とお呼びになります。昇降係、それが私の名前です。あのさ、僕たち氷協会の偉い人を倒しに行くんだ。君にこの天職を命じた人を。そうですか。もし協会がなくなってこの天職から解放されたら、君はどうするの？解放？私はこの昇降道以外の世界を知りません。故に新たな天職とおっしゃられても決めかねますが、でもしてみたいことという意味ならば、あの空をこの昇降板で自由に飛んでみたい。Are we there yet? No, I don't think so. Are we there? お待たせいたしました。80階、雲上庭園でございます。ありがとう。僕の天職も終わりが見えないことにかけては世界で一番だと思ってたけど、年を取って斧が触れなくなったら引退できるだけ恵まれてたよね。あの子の天職に比べれば。天命の自然現象を術式で凍結しても魂の老化を防げないってカーディナルは言ってたよ。記憶が少しずつ侵されていって最後には崩壊してしまうって。氷協会のしてることは間違ってる。だから俺たちはアドミニストレーターを倒すためにここまで来た。でもそれで終わりじゃないんだ、ユージオ。
本当の難題はその先に。え、アドミニストレーターを倒せばあとはカーディナルさんに任せればいいんじゃないの？キリト？いや、この先はアリスを取り戻してから話すよ。今は余計なこと考えてる場合じゃないもんな。それは。 So I'm sorry there's a skip there because I just、accidentally pressed the skip button. It's control and it's on the left. Very left. Bottom left. もう少しだけ待ってください。せっかくのいい天気だから、この子にたっぷり日を浴びさせてあげたいのです。お前は戦うな、勇士よ。カーディナルの探検を確実にアリスに刺すことだけ考えるんだ。彼女の攻撃は俺が体を張ってでも止めてみせる。でもアリスの衝撃をかわさずに受けてそのまま拘束するから、すかさず探検を使え。いいな。とうとうこんなところまで登ってきてしまったのですね。お前たちが万が一地下牢から逃れることがあっても、バラ園に待機させたエルドリエ一人で十分に対処できると私は判断しました。しかしお前たちは彼を打ち破り、天津祭神教を携えたデュソルバート殿を、そしてファナティオ殿までも切り伏せてこの雲上庭園の土を踏んだ。一体何がお前たちにそのような力を与えているのです？一体なぜ人界の平穏を揺るがす虚に及ぶのです？お前たちが聖豪騎士を一人傷つけるたびに、闇の勢力に対する備えが大きく損なわれていることがどうして理解できないのですか？やはり剣で聞くしかないようですね。いいでしょう、それがお前たちの望みならば。しまった、やばいぞ。あの剣まさかもう完全支配状態なのか？私を愚弄しているのですか？抜刀もせずに走り寄るなど。今の攻撃は警告の意味を含めて加減しました。ですが次は天命を全て消し去ります。持てる力を出し尽くしなさい。これまでお前たちが倒した騎士のためにも。誉れある聖豪騎士殿に対し敬意なき振る舞いに及んでしまってすまない。宗剣士キリト、改めて騎士アリス殿に尋常なる剣の立ち合いを所望する。いいでしょう、お前たちの邪心がいかほどのものか、その剣筋で試すこととします。 Oh, we're going to fight Alice. いざ尋常に。 I think I already have enhanced armament for this sword. Come on. Oh, he always dodged that.Wow, that's the wrong one. Oh, you play like me, huh? What? That's a perfect timing, dude. Yep. Whew! What the hell was that?That's good though. She always dodged that. Dude, what the hell? You too.What the hell? This is good. This is cool, man. What?
No, 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 no. Not that one. Not yet. Eh? Oh. I don't know, should I use that? Hand Charmin? Why not? Oh, it doesn't do anything. Oh! Yeah. Damn. So late, dude. Come on! What? Oh, I dodged it? How? How the hell did I dodge that? Uh-huh. At least I deflect that. Uh-huh. Oh no, oh no. Yep. Deflect. Yeah, got it. Get it. No. What? Zero? Another one. Okay. Oh man, what the? I don't know how the combo is. I kind of forgot. No! Dang. This is another one that. This is so hard right now. The other night is so. Well. Ooh, you got my. Skill, huh? I used that skill too. No. What? Okay, at least I. One. Yep. I think I'm going to use super art. Yep. And done. Dude, this is one. This is the only one that the longest duel I ever do. Kinda hard to fight Alice. なかなかの座標でしたが、たかが氷で私の花を止められるはずもありません。お前とは次に戦ってあげますから、そこでおとなしく待っていなさい。エンハンスアーマメント。そろそろきついな。少しでも気を抜けば剣から手が滑り落ちて真っ逆さまだ。カセドラルの外壁に剣が刺さったのは幸いだが、どこまで持つか。
もういい。その手を離しなさい。お前のような滞在人に命を救われ、生き恥をさらすつもりはありません。あんたも聖豪騎士様なら、ここで自暴自棄になっても何も解決しないことぐらい悟れよ、バカ。私を愚弄しましたね。撤回しなさい、罪人。うるさい。バカだからバカって言ってんだ、このバカ、バカ。いいか、ここであんた一人が落ちて死ねば、塔の中に残った勇者はすぐに最高司祭のとこまで行くぞ。あんたはそれを阻止するのが役目なんだろうが。なら今は何を置いても生き延びるのが最優先じゃないのか、聖豪騎士として。お前の言うことは理屈が通っています。しかし、なぜお前はその手を離さないのです？俺と勇者は氷協会を壊滅させたくてカセドラルをここまで登ってきたわけじゃない。だから聖豪騎士の中でも最強の一人と言われるあんたをここで死なせるわけにはいかないんだ。貴重な戦力だからな。ならばお前は何故人に向けてその剣を振るい、血を流すという最大の禁忌を犯したのですか？氷協会と禁忌目録が間違っているからだ。それは本当はあんたにだって分かっているんじゃないのか。禁忌目録で禁じられていないからといって、ロニエやティーゼみたいな何の罪もない女の子が上級貴族にいいようにもてあそばれるなんてことが本当に許されると、あんたはそう思っているのか。どうなんだ、答えろ聖豪騎士。法は法、罪は罪です。それを民が死によって判断するなどということが許されれば、どのようにして秩序が守られるというのですか。その法を作った最高司祭アドミニストレーターが正しいか否かを一体誰が決めるんだ。それを明らかにしたくて俺とユージはここまで登ってきたんだ。アドミニストレーターを倒してその誤りを証明するために。そしてそれと全く同じ理由で今あんたを死なせるわけにはいかないんだ。壁が壊れ、カセドラルの外に放り出された俺たちは休戦協定を結び、協力して塔をよじ登ると決めた。アリスはカセドラル95階、四方の壁が柱だけのストーシーになっている行政の望楼まで登れば塔の中に戻れるという。俺たちはお互いを命綱でつなぎ、ゴースを生成して作ったハーケンを足場にしてカセドラルの壁を登っていくことにした。だが途中に見つけたテラスの上にはガーゴイルのような有翼の怪物がいて、飛び立って俺たちを襲ってきた。細い足場の上での戦闘は無謀と判断した俺は、命綱の金の鎖を駆使してテラスの上に乗り上げ奴らを倒した。そして今はわずかな休憩中だ。どうにか片付きましたね。ああ、足場が狭くて動きにくいことこの上なかったけどな。あの細い足場よりはマシです。この後もあれを使って登ることになるんだぜ。分かっています。まったく、お前と来たら無謀にも程があります。私を上に放り投げるなど、心臓が止まるかと思いました。あの時はそれ以外手段がなかったんだよ。しょうがないだろう。でもつくづく意外だったな。何がです？いや、アリスみたいな最強の騎士様が細い足場を怖がったりするとは思わなかったからさ。恥をさらしてしまったのは事実ですが、それ以上言うと休戦協定を解除してお前をここで切りますよ。ごめんごめん。それよりも、なんだ？ミニオンの返り血を浴びたでしょう。奴らの血は病を呼びます。これできちんと落としておきなさい。そのハンカチ、じゃなくて布を貸してくれるのか？大方手巾など持っていないのでしょう。ただし洗って返してください。ありがとうアリス。そういえばあのガーゴ、いや石像の怪物はミニオンっていうのか？さっきもそう呼んでたけど。はい、ですがなぜあれらがここにいるのかは分かりません。ここにいる理由が分からないって？
あれらはダークテリトリーの暗黒術師が作り出し使役する邪悪な魔物で、私たちはミニオンと呼んでいます。ミニオン、英語の意味としては手先とか従属者になるな。いや、それより、Why are this minion here? そうだ、なんでダークテリトリーの魔物がセントラルカセドラルの外壁に並んでいるんだ？それは私が知りたい。本来ならば決してあってはならぬことです。ミニオンが聖豪騎士の監視をかいくぐって果ての山脈を越え、こんな高いところに侵入してきたなど到底考えられない。ましてや教会内部で高い権力を持つ何者かによって意図的に配置されていたなんてことは絶対にありえない。Do men have souls? I don't think so. もう一つ教えてくれ。あのミニオンたちに知性はあるのか？人の言葉を喋ったりするのか？それこそありえません。ミニオンは闇の国に暮らすゴブリンやオークと違って生き物ではない。闇の神ベクターを報じる術師どもが土暮れから作り出す魂なき使い魔。主の簡単な命令に従うだけです。そうか。なぜ安堵したような顔を？それならよかった。なんでもないよ。やはり人と同質の魂を持つ存在を殺すことには強い戸惑いを覚えてしまう。たとえこの世界の人々が最終負荷実験によって全て滅ぼされる運命にあるとしても。Well, I got no more question. しかし、お前の戦い方は興味深いですね。どんな風に？奇妙な技を使うと思っただけです。下司祭で芝居小屋でもやれば客を呼べるのではないですか？そりゃどうも。あんたセントリアの下司祭を見たことがあるのか？あれはどっちかといえば庶民のお祭りで、修験学院でも上級貴族出身の生徒は見に行かない奴がほとんどだったけど。私を気取った上級貴族などと一緒にしないでください。もちろん見たことが、 いえ、そういう祭りがあると修道士の誰かから聞いたのです。聖豪騎士は任務以外で市政の民と交わることは禁じられていますから。ともかく、また外壁を登るためのくさびを作れるよう月が空に上がる時まで待ちましょう。なあ、ゴースを生成するにも空間新生力に頼るしかないものな。こうして俺たちは夕暮れから夜が来るまでここで過ごすこととなった。友情は今頃どうしているのか考えてみると、彼と出会ってからの2年間で会おうと思っても会えない状況は初めてかもしれない。一緒にいる時はそれが当たり前で彼の存在をことさら意識もしなかったが、引き離されると妙に心もとない。アンダーワールドを取り巻く問題を全て解決し、彼のフラクトライトを現実世界に移行させることができたら、アスナやリーファ、クラインたちに紹介するんだ。俺の剣技を受け継いだ一番弟子にして親友なんだと。その瞬間が待ち遠しくてたまらない。何をニヤニヤしているのですか？いや、ちょっと今後のことなどあれこれ考えて。それであのような緩んだ笑い方ができるのは、よほどの楽天家かよほどの愚か者のどちらかですね。この石棚からの脱出さえおぼつかない状況だというのに。壁登りの方は月が昇れば再開できると思う。ハーケン、あ、じゃない、くさびさえ作れれば特に難しい作業じゃないしな。得意げに言っていますが、くさびはゴースを変形させるだけ。月光の空間新生力さえあれば誰にでもできます。この壁登りで最も重要なのは、私たちの命綱ともなっているこの鎖です。ま、わかっているよ。君のコテと高度な物質変換術のおかげで鎖が作れたことには感謝しているってば。物質変換術ではなく形状変化術です。どちらにせよ
君の新生術には助けられたよ。さすがセルカが尊敬するお姉さんというところ。お前、今何と言いました？君には妹がいる。そう言ったんだ。私に妹？話すよ。君が受け入れるかどうかはわからないけど、俺が事実と信じることのすべてを話しなさい。ただし、お前の言葉が私をたばかるものだと判断したら、その時点で切り捨てます。構わないよ。俺を切るという判断が真に君自身の心から出たものならな。なぜそんなことを言うかというと、君の中には君以外の人間に与えられた、しかしそうとは意識がない命令が存在するからだ。整合騎士の責務のことを言っているのですか？その通り。君の最初の記憶は、アドミニストレーターが君に向かって、あなたは天から使わされた神の騎士なのですとか何とか話しかける場面だろう。それは、整合騎士は地上に使わされた時点でステイシア神によって天界の記憶を封じられるからと。いつかダークテリトリーの邪悪な者どもを打ち滅ぼし、騎士の責務を全うしたその時には、再び神の国に迎えられ、私の両親や兄弟たちのことを全て思い出せると最高司祭様はおっしゃって。アドミニストレーターの言ったことはほんの一部だけ正しい。確かに君は記憶を封じられている。だが、それをしたのはステイシア神じゃなく最高司祭当人だ。そして封じられているのは天界の記憶じゃなくて、君がこの人の世界で人の子として生まれ育ったという記憶なんだ。ありえません。最高司祭様が私たちの記憶をもてあそぶような真似をなさるはずが。しているんだ。なぜなら君たちには自分たちが連行した罪人たちに関する記憶の一切が存在しないからだ。罪人？そうだ。君は俺と相棒を中堅学院から飛竜で連行した。さすがにそれは覚えているだろう。忘れるはずがありません。私が罪人連行の任務を命じられたのはお前たちが初めてですから。でも整合騎士ディソルバート新設セブンは君のことを覚えていなかったぞ。8年前、自分の手で北部辺境のルーリットの村から連行した幼いアリスのことをな。ルーリットの村、それが私の本当の故郷。デュソルバート殿が私をそこから罪人として連行した。つまり、私がかつて禁忌を犯したと、お前はそう言っているのですか？君の本当の名前はアリス・ツーベルクだ。果ての山脈にほど近いルーリットという村で生まれ育った。俺の相棒と同い年だから今年で19歳になるはずだ。君が教会に連行されたのは8年前。つまり事件は11歳の時に起きた。君はユージオと2人で果ての山脈を貫く洞窟を探検に行って、洞窟を抜けた先にある人界とダークテリトリーとの境界線からほんの少し外に出てしまったんだ。つまり君が犯した禁忌はダークテリトリーへの侵入。何を盗んだわけでも、誰を傷つけたわけでもない。いや、むしろ君はあの時死にかけた暗黒騎士を助けようとして。ん？待てよ。俺はユージオからアリスの話をそんなに詳しく聞いていたのだったか。アリス・ツーベルク、それが私の名前。ルーリット、果ての山脈、思い出せない、何も。君のお父さんはルーリットの村長で、名前はガスフト・ツーベルク。残念ながらお母さんの名前は知らないけど、さっき言った通り妹が一人いる。セルカって名前で、今もルーリットの教会で修道女見習いをしているはずだ。お姉さん思いのいい子だった。教会に連行された君のことをずっと気にかけていた。セルカ、セルカ。
思い出せない。顔も声も。でもこの名前を呼ぶのは初めてじゃない。私の口が、喉が、心が覚えている。アリス。何度も呼んだ。毎日、毎晩。セルカ、セルカ、本当なのね。私に家族が、父と母と、そして血を分けた妹が、この夜空の下のどこかに。アリス。取り乱してしまい、すみません。いや、落ち着いたか。まだお前の言うことを全て信じたわけではありません。しかし、私はお前と話したいことがいくつかあります。この世界について、最高司祭様について。ああ、俺もだよ。一つ、お前に頼みがあります。それは？この体に本来のアリスの人格を復元する前に、私をルーリットの村に連れて行ってくれませんか。そして物陰から、ほんの一目だけでいい、セルカの妹の姿を、そして家族の姿を見せてほしいのです。それだけ叶えられれば、私は満足です。ああ、約束する。誓うよ、記憶を復元する前に必ずルーリットに連れて行く。絶対ですよ。わかりました。それでは、人界とそこに暮らす人々を守るため、私アリス・シンセシス・サーティはたった今より聖号騎士の使命を捨て。どうした？右目が焼けるようです。それに何か文字が見える。これはユージオと同じ。アリス、何も考えるな。頭を空っぽにするんだ。君に起きている現象は、多分教会に逆らおうとすると発動する心理障壁みたいなものだ。右目に痛みを発生させて無条件の服従を誘導しているんだろう。そのまま考え続けると目玉が吹っ飛ぶぞ。ひどい。こんな、記憶だけでなく意識すらも誰かに操られるなんて。これを、この赤い神聖文字を私の目に焼き付けたのは最高司祭様なのですか？いや、違うと思え。この世界を作り、外側から観察している存在、創世記には登場しない神たちの一人がしたことだ。神、私たち聖号騎士が神の作りたもうた世界を守るため、無限の日々を戦い続けても神は信じてくださらないのですか？私から家族の、妹の思い出を奪い、その上このような封印すら施して復讐を強要するなんて。私は人形ではない。確かに私は作られた存在かもしれない。でも私にも意志はあるのです。私はこの世界を、世界に暮らす人々を守りたい。家族を守りたい。それが私の果たすべき唯一の使命です。アリス。キリト、私をしっかり押さえていて。ああ、最高司祭アドミニストレーター、
して名を持たぬ神よ。私は私のなすべきことをなすためにあなたと戦います。